エミリン、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 チャンネル、さあ、始まるよ。イェイ。こんにちは、エミリンこと松美です。さあ、今日なんですけれども、お風呂上がりの髪の毛を引きずって、こんにちは、エミリンこと松美です。今日は8月31日、ラストサマー、最後の8月なんですけれども、今日は、友達と遊ぼうの企画です。私友達がすごく少ないんですけれども、確かにそこに友達は存在しているので、今日は私のありったけのお友達を連れて行って、千葉の東金のすごい素敵な宿泊施設みたいなところがあるんですよ。そこで夏休み最後のバカンス、2023年の最後の夏を友達と一緒に過ごしたいと思います。この夏は本当に友達と全然会えてなくて、地方行ってたりとかお仕事してたりとか動画撮影したりとか、結構 YouTube をメインにやってたので、最初で最後の2023年夏の思い出って感じです。こんにちは。ちっちゃいバスを手配してみんなで千葉まで向かうので行ってきます。はい、というわけで大集合到着いたしました。今日はエミリンの友達を連れて夏休み最後の思い出を作ろうっていう回なんですけれども、友達です。友達です。こんにちは。友達 ABC でございます。はい、楽しみ。はい、行きます。ほんまにやばい。待って、まずさ、目の前グランドピアノやばい。そう、グランドピアノやばい。今日ここ泊まれんのこれ。ちょっと待って。え、最高。ちょっと待って。いろいろ見に行こうよ。そうね、やばくない？ちょっと待って、電車上がる。トイレトイレトイレ。やばくない？やばくない？え、これ何や？あ、待って、え、何？おしゃれ。おしゃれね。待って、やばいやばいやばい、行きますよ。何？え、温泉ある。温泉、待って、やばいやばい、温泉すごい。待って、サウナ、えぐ、サウナついてる。やば、見て、サウナ、楽しそう。見て、アメニティ。しかも、ロウリュを行う際はとか、なんかいろいろ書いてます。やば、すごい。これもいいね。みんなでツアーとか。食事しようよ。あ、トイレ2。あ、いいね。トイレ。トイレ、やばい。こっちも風呂場も2個ある。え、また温泉？うん、さっきと多分。こっちはちょっと、なんかすごい。こっちの方がエッチ。こっちの方がちょっと大人な雰囲気。エロい感じです。こっちだと、いい感じになった2人で来たり。そうやね。誰かが、ほんまに誰かが。大丈夫、そっち。最高。だって換気よく。え、そう。だってさ、下さ、さっきなんか扉あってお風呂場に、うん、上がってこれるわけだもんね。あ、そうやね。シャワーで水浴びて、浴びてここや。そうや。やば。流れ完璧やね。こんなんさ、二箱しかないから争奪戦や。争奪戦ね。どないする？限界よ。え、でもなんか広さ右と右もあんで。これはないよ。トイレちゃう。これトイレ。めっちゃいい。ここ住みたい。めっちゃ住みたい。ここにね、これからさらに友達が途中から来る人もいるので、一回4人で満喫します。で、今回なんですけれども、楽天ステイさんより、楽天ステイビラ鴨川さんが、無償協力で撮影協力していただいてます。無償協力ですよ、皆さん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。の気持ちを込めて、皆さんも盛り上がってね。はい、お願いします。早く来てー。待って、ちょっと待って。
しない。わ、おめでとう。ありがとう。すごい。ちょっと水とかもこう。演出。ちょっと脇大丈夫ですか？うちらは今館内着に着替えました。イエーイ、旅行来てるみたいだな。いいね、千葉やのにさ、もっと田舎というか。え、すごいもん、景色が、ね、すごいのよ、こっち側とかこんな感じで、こう緑があれで、こっち側隔離されてるみたいな、うちらな、うん、この塀越えたらなんかヤバそうやな。この塀越えたらもう多分モンスターよ、多分鬼おるで、鬼おると思う。というわけで今からうちらバーベキューします。やったー。こんな感じです。海鮮とちゃんとガチの和牛のやつです。牛、豚、鶏ね、最高。これもちゃんとね用意してくださってたんでありがとうございますって感じです。マジで優しい。ここまでやっぱやっといてくれるのと、こっちは何も持っていかずにここに来れるっていうのがめっちゃありがたい、ほんまに。普通にやばい、めっちゃバーベキューめっちゃいい感じ、うん、持ち込みも OK なんで、あと自分たちでもちょっと持ち込んでる部分もあるから楽しんでいきます。働くよ、古川優香。狙うよね。でもこういう時に出るよな、ね、本当にやる人とあーみたいななってる人と、これが一番出るよ、バーベキューとかが見つけんのよ、すごいよね、うん、めっちゃ結局。それではバーベキューで焼いたお肉いただきます。いただきます。いただきます。おいしいよ。あれも焼いとこう、エミリーが買ってきてくれたレモン漬けみたいな豚。あー、豚ね。美味しいお肉。無理やな、結構ほんまに。結婚の話、その話は全然聞いてなかったと思います。脂身を食べた人がいいってこと。長寿の。あ、そうなんや。豚の脂とか食べれる。豚のとかちょっと食べれる。脂は肉はいけんねや。そう、脂肉はあるかも。芸者部の脂とか、徹子さんとか佐野姉妹とかって、うん、サーロインステーキばっか食べてきてるらしい。だからこう長生きしてる人、美しい人はでも私、徹子さんとか叶姉妹にの枠は狙ってないから大丈夫。何を狙ってるんじゃ。普通に健康に生きていけたら。ママ友の会みたい。俺が今日ママ友ですよ。いや、3人の方が思ってたで。ご飯臭い話してんなって。どこが？どんな話してんの？小学生の時とか。デリケートゾーンの脱毛の話してた。そうで、それだけやん。肉食べとかないってこんなプリンって。これからどうしていくか発表会しよう。私はこの動画が上がってる頃には来月30になりますって状態だと思うので。正直、どこを変えたらエミリンチャンネル彼氏できるのにお聞きたい。いっぱいいるとかじゃないんじゃない。理解してくれる人さえ現れればって感じかも。職業。そうね、うん、私結構やっぱ我が強いなと思ってんねん、うん、はいはい、めっちゃ思う。めっちゃ急にガチです。めっちゃ思うけど、でもそれが好きな人もいるやん。そうやね、だからわがまま言ってくれる人が好きっていう人もおるから、それのままでいいねって。だからめっちゃ年上のさ、可愛い可愛いしてくれるぐらいの人とかやったらすごいみんな好きそう。めっちゃ、うん、ダンディーのおじさま好きなの最近。だからいいじゃん、ダンディーのおじさまでそういうのを好きな人やったらめっちゃいける気がする。振り回してもいいかな、うん、過去なんですけど、お付き合いしてる時に喧嘩しましたよ。喧嘩したのはそのまま一緒に寝る感じになったんですけれども、秒で寝たいの向こうが、うん、それにムカついて、どういうつもりって起こしてしまったんですけど、おかしくないみたいな、え、待ってみたいな、今秒で寝たよね、誰言うと思ってたの、さっきまで
から全部だるいなと思って、眠いなと思ってやってたみたいな典型的なやつやっちゃって、ヒステリックオーバー、ヒステリック起こしちゃって自分は目でソワソワしてんのにお前なってないんかよってなるよね、うんうん、それはそうかもね、まあ、グッとこらえるじゃん、まあ、それはこらえるしかないよね、そう、それしかないねん、逆にそうね、そうだからもうそれをするか我慢するのどっちかしかない、その場合は、うん、そのヒステリックを起こした時の自分ってめっちゃ気持ち悪いよな、後から考えたら解決してから寝てそれが一枚やわ、もうシンプルガタって喧嘩するの、うん、たまにでもしますよ、喧嘩どういう種類の喧嘩する、基本ベース静かやけど、でも言い合うことは言い合う、へー、想像つかへん、あんまりなんちゃらやんちゃら、いや、じゃなくて、みたいな、私これやったからこうしたよ、みたいな、でもそれってさ、喧嘩じゃなくて、ちゃんと話せてるくない、うん、価値観はある程度あった上での喧嘩やから成り立ってて、うん、エミリーのやつは価値観が全然違うんやと思う、あけどエミリーが狂いすぎてたからちょっと戻した方がいいんやろうけど、うん、そうね、そういうさマインドの時にさ普通のメンタルの人と喧嘩しちゃったら、え、自分ってヤバい人ってなっちゃうから、確かにみんなやったら同じ立場でちゃんとした話し合いをした後に急に寝られてもで自分も寝る、え、起こしはせえへんけど、うん、めっちゃ聞こえへん声でブツ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 悪口言って下打ちとかして、どういうこと、下打ちしたら結構ストレス解消されんで、へぇ、ほんま下打ち大事、下打ち大事とか絶対言ったと思う、それさ、でもチッとかやってて向こうが何とか言ってきたらどうするの、誰がっていう、え、でも下打ちとかせんといてよ、え、どういうことっていう、こっちがどういうこと、下打ちしてたやん、してないっていうでも横で下打ちされたらバリハルと確かに一回あって本人無意識でめっちゃ怒ってて、うん、イライラしてる夢をそのまま見続けて寝てて、寝てられるみたいな感じで寝てるんですよ、向こうは寝てるやん、そう、何やねんこいつと思って、なんで下打ちしながら寝てんのって思うし、しかもその下打ち絶対自分にいいやし、夢の中で、夢の中とはいえ、ほんまに初めてあの寝てるところをぶん殴りそうになってでももううざすぎてイヤホンして、すごい自分のこと知り尽くしてるよね、確かに偉いな、逃げ方を知ってる、あ、感じのあのコントロールとか自分のご機嫌取りが自分でできるから、うん、イヤホンして好きなドラマ見て気づいたら笑ってるから自分に集中して、エミリーの場合さ、俺もそうやけどさ、そのドラマにすらもう集中できないんだよ、ね、いつもはめっちゃ集中できるドラマゲームやったと、うん、そういう時は、うん、このドラマを見てる自分のことをどういう風に見てんねやろうっていうのまず気になって、これに集中できるなと、でも寝てんねやろ、なんで寝てんだって言いながらこうやって、だからもう家出るしかないんじゃない、そういう時は遊びに行くとか、そうか、友達に会うとかで、うん、あ、でも一回やったわ、深夜配下一回やったわ、一人で近所歩いて、うんうん、でもなんか危ないなと思ったらシンプルにね、うん、ガガが言ったように寝る前に解決やな、うん、自分もそうしてるかも、謝ってこっちが悪くても謝ってって言ってごめん、こっちもごめんって言って終わる、へ、え、でも可愛い、うん、謝ってくれるから解決してるかもやけど、うん、終わらせた方が絶対いい、うん、うん、うまっ、田中さんは新婚さんなんで気になる、なんかその辺、自分の時間をちょっと大事にしたいなって感じ、全部行事事が終わったからさ、うんうん、その次の人生に行くならもう妊活とか、まあ、そっち系になるわけやんか、うんうん、確かに、何がいつ起こるか分からんから一旦自分のしたいことをやる時間していく、私リアルに教えてほしいんだけど、うん、結婚決まってから式挙げて落ち着くまで結構どこが一番大変やった、え、式準備、招待状送るとか、普段さ人も誘わへんしさ、うん、その性格やから、うん、呼んでなって言われてほんまに来たいんか分からへんねん、あ、軽く呼んでなって言ってくれるのはいいね、嬉しいねんけど来たいと思ってくるのは、うん、ただそれはほんまに呼んでいい呼んでななのか、うん、お世辞の呼んでななのか、うん、みたいなとか、うん、そこの人間関係勝手に自分でめっちゃややこしく考えちゃうみたいな、精神的にそれが一番しんどかったか、思ったのは結婚式めっちゃいろいろ大変やろうなと思ったけど、ガガが全員に結構ちゃんとさ長いお手紙みたいなのを書いてくれたよね、その人に対する内容のやつを書いてくれたよね、プレートみたいなんじゃなくてちゃんと書いてくれたから、うわすっごって思った、大変やのにさ、でもあんな文章書いたらほんまに授業ぶりかもって思いました、学校の多分60人70人ぐらいに書いたんです、やば、うん、でも楽しかったですあれは、へえ、扉が開いてさ、ガガが出てきた時の堂々した顔がね、すごくかっこよかったですよ、なんかここやばかったどっちかだってもう泣いてんのにさ、そうよ、それだけは立派になっちゃってとか思って、なんかさ、他の人の結婚式の動画とかいろいろ見て練習してたわけ、こっちも、うん、あんまり結婚式の参列経験が私はなかったから、うん、自分のやつがほぼ初めてみたいな、うん、あそこ入る時って大体みたいな、なんかイエーイみたいな、うん、おめでとうみたいなっていう感じだから、私もそれやと思って、うん、パカーンと行ってで、来るんかなと思ったらみんななんかここ2人やばい、あんな泣いたんや、久々みたいな、
みたいな。ほんまにやばかった。しかも一番目に入るとこに座ってで、私絶対泣かへんと思って、ね、親からのベールダウンでも一旦こらえて、まあ泣いてたけど、あ、これ泣いたら終わると思ってパッと向いたら僕ここでトラップがいっちゃう。トラップがいっちゃう。そこでもう、あ、無理やと思って、で後からコメント欄でこんなに泣いてる花嫁久しぶりに見ましたみたいな、こんなに泣いていいんだみたいな、安心しましたとか言って、安心したならよかったけど、やばかった。最後に、ガガとカナダン、こっちに見てさ、こっち見てくるわけよ。だからもうやばいと思って、もう言ってた。バカって言ってた。こっちの方がやばい。こっちガガとかの方見てね。その写真あります。一人だけ違う方。エミリーがもうずっとこんなの。あなたの写真もちゃんとあります。じゃあこの後多分友達また合流するんで、それまでまったりしてます。かわいい、めっちゃ踊ってる、かわいい。あ、そう、綺麗、ターン綺麗。あ、そう、表現力が、あ、すごい綺麗なターン。ちょっと連続ターンしてほしい。くる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 って。オルゴールみたい。すごい表現力やな。香水やん。インポーテンタントダンスみたいなやつ。夜になって仲間たちがやってきました。米村と結城と大ちゃんです。出遅れました。こんにちは。米村はただの寝坊です。そうですよ。で、うちらはちょっとプール入って疲れちゃってプールめっちゃ疲れた。みんなおのおのの時間を過ごしてます。てか汚っ、このテーブル。水着見た瞬間に感づいた。これ何か用意されてるよな。というわけで今みんな楽しんでます。この2023年最後の夏休み、8月31日を共に過ごす2023最後の夏でございます。イエーイ。はい、今からなんですけれども、愉快なジェンダーレス男子たちによる水着のファッションショーが始まりそうで、本人たちが着たくて着てるんですけれども、あのこういう水着着てきたって言ったら、行かない、着たい。今回のこの最終ステージで受かるかどうか決まるんで、皆さん心してラーメン歩いてください。それでは登場していただきましょう。エントリーナンバー1番、島の美容院から参戦、大ちゃんです。どうぞ。かわいい。かわいい。え、ちょっと待って、かわいいで立ってます。エントリーナンバー2番、株式会社 YY 代表取締役ヤッピです。どうぞ。やめてそれ。続きまして、エントリーナンバー3番、2丁目からの刺客セカンドストリート、ユウキ。すごい、すごいじゃん。エントリーナンバー4番、変人真面目リーダー米村海人さんです。どうぞ。以上、この4人の中からグランプリが決まります。ああいうのと、こちらは焼きそばを作っております。皆さんが運動してるんで、多分お腹すくと思って。ほら、悪魔封印してください。美味しそうな焼きそば、はい、そね、美味しそう。入れまして、いい感じです。これはゆうきさんが全部作ってます。こちらはお水を探しています。そしてあちらはネタ会議をしています。悪魔の封印が始まりました。チャクロ注入して。ほんまうまそうねんけど、ほんま振り返り言うかねんけど、ほんまに1秒に1回メガネ直すね。ほんまうまそうねんけど、一回ブロッシュ買ってください。だるい。はい、夜はそれぞれの時間を過ごしてます。寝てるものもあり、
食べ散らかしたものもあり。というわけでお風呂上がりです。こちら今3人でお風呂入りました。結構喋ってたんだ。そう、やばい。動画撮っといたらよかったレベルの話を 1,2 時間割と濃すぎる話してます。そうね、将来の話と結婚したらと男と女の話をしてたら 1,2 時間経った。いい夏の終わり。風呂上がりめっちゃ良かった。いいね、ビールじゃないってところが可愛いね。これに変わった瞬間ですよ。お前なんか変わる前に。お疲れ様。乾杯。普通に考えたらさ、男4人で女3人ってさ、ま、ちょい癖、もうそういう感じのあれや。ちょい癖やけど飲みやすい。男4人、女3人飲みやすい。まだ全然飲みやすいって思ったらさ、普通やったらさ多分そういうやつよな。だってさ愛の里のさ感じじゃない。あ、じゃあ女子部屋やろう。これ女子部屋ね。これ女子部屋ね。誰気になってんの。確かにヨネピー。あ、ヨネピー。ヨネピーが気になってて。ヨネピーいいよね、気遣いできてね。なんか優しそうに話してたじゃん、うん、いやでもね、ヨネピーは多分私のこと好きじゃないと思う。ヨネピー、ヨネピー意外と絶対見てるよ。後でじゃあ話しに行ってみる。うん、その方がいいかも。美味しそう。ガガチルは、うん、ユウキタソウ。なんかよくチャーハン作ってた。チャーハン作ったんだよ。そしたらなんか切ってくれたの横で。なんかいろいろ感想的なこと。そう、考えちゃう。やっぱ料理将来のいいよね。ダイヤモンはどうなの？ダイヤモン。普段僕、私、私あのヨガ教室で先生やってるんですけど、一緒にずっとポージングの練習とかしてくれた。うん、ヤピッチ。え、待って、え、まだ、ま、私もいいなって思った。え、ヤピッチ。え、じゃあ、まずい。ちょっとさ、ヤピッチ行ってみるわ。え、待って待って、誰行った、誰行った、待って待って、いないの、誰、いないの、フェミニンじゃない。待って、待って、え、無理です。ヨネピー。ヨネピー。ヨネピー。で、ヨネピーに出会って、ヨネピーと生涯人生を歩みたいと思いました。これ、これです。明日、返事を聞かせてください。頑張ったよ。そして運命の朝。昨日一日、あの後、ちゃんと考えて、こう、まあ、一緒に作業とかをこうすることもあって、すごいこういろんなところからこう、まあ、考えて、これから将来一緒にやっていけるかなってこう考えたときに、やっぱ未来はちょっと想像ができなかった。ありがとう。でもあの本当に好きだから、いい友達としてはもうこれからも余計なことある。え、好きなのは好き。どっちやね。あ、友達としてすごいやっぱ良き親友だった。紛らわしいこと言うんだよ。自分はこう改めてやっぱ一日考えと思ったから、これからも良き相談相手として、そういう環境を築けたらいいなって思って。ありがとう。ありがとう。そして別れの時、ありがとう。ありがとう。みんないい恋しろよ。ありがとうね。ありがとう。バイバイ。頑張るね。たくりくなよ。ありがとう。ありがとう。ほんまに出ていた愛の外。新メンバー、新メンバー、新メンバーや。無偏見なんだ、争うの。確かに、まあ、全然そうだな。私と大ちゃんが今年30でしょ。で、次29でしょ。ゆき29になってる。この30嫌かも。あ、でも変わらんまま30なの。なんで最近ほんまに30に見えない。てか、まじ周りの30歳が若すぎて、若いよ。もう分からへん、誰が何歳とか。エミリー、まだ19歳やで。いや、ほんまに。え、肌ほんまにつるやばいよな。すっごい綺麗。めっちゃ綺麗。肯定感上がる。すごい。なのに寂しいね。最近さ、一人で寝るのが寂しすぎて、毎日こうやって寝てね。誰かが抱きしめてくれるって。あれ、あの、抱き枕とかじゃなくて、こうやって。あ、もうさ、え、狭いとこに寝てるじゃなくて。あ、そう、狭いとこに寝て、こうやってやって。どんだけ狭いとこに寝てる。自分でこうやって頭ポンポンとかするの。よしよしとかする。だからロビンみたいにいいよ。ほんまや。ロビンみたいに。いいよ、かっこいい。ロビン。枕こうやって寝てる。
そう。じゃあこの2人は変だと思う。違う、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 こう。なわけあるか。いい加減にしよう。じゃあそんな感じで夜は更けていきましたと。どんな感じだよ。